ニッケル・アレクサンダー・ウォーカーはカナダ・オンタリオ州トロント出身のプロバスケットボール選手。NBA のニューオーリンズ・ペリカンズに所属している。ポジションはシューティングガード。日本のメディアではニキール・アレクサンダー・ウォーカーと表記されることもある。バージニア工科大学で2年間プレーした。2年時には平均16.2得点、4.1リバウンド。 4.0アシストを記録するなどの活躍を見せ、2019年の NBA ドラフトにアーリーエントリーした。2019年6月20日、ドラフト一巡目全体17位でブルックリンネッツから指名された。7月6日にトレードで交渉権がアトランタホークスに移り、直後に再びトレードが行われ交渉権がニューオーリンズペリカンズへ移り、翌日にペリカンズと契約した。 一年目から、ある程度の成績を残し、オールスターウィークエンドのライジングスターズチャレンジに選出された。2020年2月に G リーグに移された。オクラホマシティサンダーに所属するシェー、ギルジアス・アレクサンダーはいとこにあたる。ありがとうございます。